上岸栄架から上岸栄架からは870年に日本で鋳造、発行された線下である。校長12線の一つ。直径1 9ト、mm、ル前後の円形で、中央には正方形の穴が開いている。線踏みは時計回りに解読で上岸栄架からと表記されている。裏は無紋である。両目2ム程度の銅の鋳造化である。 上岸12年1月25日に上岸栄法発行の御事のりが出される。日本三大実録巻17上岸12年正月25日母印象曰く。夫子仙鉄大湯園立、鉄関節観光者、磯野農県連産通有部、遠近同瀬、講師教理なり、ただし、四十何一、教俳優時、日本編通、何系寄付か。 税刑重不定。正大無常。よしかも文化たち。敵獅事賞。人気精霊の寛容。いやかの品改め。都市女へども関。千文不信。今劇。竜兵友人。高太棒。脳裏、著事難士。杖刀剣士と星王。騎士泉竜の湯。観作系の藩。よ、変球色を青。驚き身長を剣首。文意く、 上岸栄タから、一位等級の十、母子賞随、並共通用、初期主多民の特予、少々上天の名優。大位は、旧架は流通により痛み、軽重、大小が生じているから交易が妨げられているとし、旧架を一掃して進化を鋳造するというものであった。物価が高騰し銭の価値が低下しているため、上岸栄タから一枚に対し九千十枚の、 交換比率が設定された。また長戸において参道はすべてスセンジに送ることになっていたが、上岸17年頃、百姓らが勝手に参道を用いて雑器を作って商売しているため銅が不足しているとして、これを禁ずる例を出している。外観は小ぶりとなり、銅品位が約半分、鉛が35%程度と質が低下し、 文字破滅し、輪郭が完全なものはないとする様子が記録に残されている。日本三大実録巻22上岸14年9月25日人心心中上岸線。文字破滅。輪郭無禅。盆在屋大外。イヤキフト班。建築主戦時。霊奮明を中作。ありがとうございます。